マイズミーピープレゼンツ、ファンキルの今夜も絶好調。文化放送超 A&Z プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届けしてます。今日も私、住友美智奈と今泉純プロデューサー、そしてブラジャーガルタイクのココちゃんとほなみさんでお届けしてます。はい、今週3つ目の質問はほなみんさんからレガルタの気まぐれな人格で読んでもらいます。今、今泉さんに聞きたいこと。ハンドルネーム、武闘派肩パッドさんからの質問です。会社ではたくさんの部下がいると思うんですけど、伸びる人材と伸び悩む人材の違いは何だと思いますか？何でしょうか？とのことです。これはまあね、僕もまだ発展途上の人間であるので、いろいろねコメントは差し控えさせていただきます。そんな答えてくださいよ。これまあ僕の部下というかね、あの一緒にやって、まあはっきり言ってね、人の成長にあんま興味ないんですよ。自分の成長にしかね。けどやっぱなんかそのね、そういう立場にもなっていろいろ見ていくとね、はい、あの絶対素直さは大事。素直さ。もう素直さ。もう何の蓄積もないやつが、いやこうじゃんって言っても、いやでもとかって言われても。お前は何の、ね、バックグラウンドをベースに言っているんだって話になるわけですよ。もうね、かわいいねって言って、全然って言われても、あ、もう一旦受け取れ、俺の言葉一旦受け取ってくれ、頼む。そう、一旦受け取ってからっていうのがすごく大事だと思うんですよね。例えばうちの中年狼が、はい、なんか言うじゃないですか、もう絶対こうじゃん。でもあれじゃないですか。そうなんですよ。ばっか。いやもうさ、やっぱさ、もうあ、この人も何にも勇気なくなるわみたいなね。ああ。確かに言う側もやる気なくなりますね。なくなる、なくなる。もう否定だからね。やっぱ一貫受け取る。うん、その上でもう理不尽な社会なんて理不尽の塊よ。確かに。うん、もう別にね、なんか好きでもない上司をね、好きですって言わないといけないし、そうさせてるかもしれないしね、俺もね。とにかく一旦だけど、その人がそう何か言っている意味を見つけ出す。そこに君のなんか、ね、落ち度は 1% でもあるんだったら一旦受け取る。てるてる坊主やってたら晴れてたかもなとか、そういうそれぐらいの可能性でもね、自分の落ち度として受け止められる人がね。じゃあ皆さんも一旦受け取って素直に話を聞いてみてください。はい、今泉さん、ありがとうございました。はい、皆様からの質問はツイッターで募集中です。そして文化放送の番組メールからも応募できますので、よろしくお願いします。ではまた明日。バイバーイ。